たけし岡田のちょっとれ毎日3分間エクササイズちょっとれ、今回はナレーション橋本が担当します。よろしくお願いします。今回は超大事大人の赤ちゃんエクササイズということで、たけし岡田とデッドバグという種目を元にしたエクササイズを行っていきます。最初に股関節膝90度に曲げた状態で手は天井に上げます。その状態で呼吸をしていきますが、胸を大きく動かす胸式呼吸ではなく、横隔膜を使った腹式呼吸をしていきます。この時に背中がべったり地面につくようにして行っていきましょう。OK です。一回休憩を挟みますが、次の種目の説明を行います。次の種目は先ほどと同じような姿勢を作ってもらって、その状態で最初足を横向きに寝かせます。その次に足を追いかけるように上半身をひねって、最終的に横向きの状態を作ります。よーいスタート。最初に足を動かす際に、肩はなるべく両方地面につけたまま足を動かしましょう。足が完全に地面についたら上半身を動かすようにしましょう。この時も呼吸は先ほどと同じく腹式呼吸を意識して行うようにしてみてください。 OK です。では次の種目が最後の種目になります。次の種目は基本的なデッドバグを行います。先ほどと同じような姿勢を作り、その状態で右手と左足、左手と右足を同時に伸ばすような種目になります。よーいスタート。手足を同時に伸ばす際に腰、背中が地面から離れやすくなりますが、この時もしっかり地面につくようにしましょう。手と足は伸ばす際に地面につかないように注意しましょう。OK です。本日は以上になります。お疲れ様でした。